今日も元気にやりましょう。寿司店経営やっていきますか、今日から春が終わり夏が来ました、夏は寿司の季節ですよね。夏といえば寿司ですねちょっと3ヶ月で3000円だったんで儲けが利益がねちょっとねもう少し増やしたいよね。おかしいね。ゲーム屋だったら3ヶ月あれば2000万本ぐらい売るんだけど奥だったんですよ、ね、奥の3000円のとかまあ倍とは言わないけど、ね、1000円ぐらいも儲け増やしたい、ね、そうですね。夏はね。じゃあ、どうしますか？で、まだ満席にはなってなかったので、もうやっぱここでテコ入れはもうおもちゃ売り場かな。早いな、カード切るの。まあ、切る必要はありますよ。あるどこかでね。まあまあ、刺身包丁はとりあえず絶対今後使えるから買っとくとして。あ、刺身包丁ね。買うよ。買いましょう、じゃあ。おもちゃ売り場を建てよう。どうせいつか買うんだからね。そうそうそう、先に買っといても同じですよ。15万。わあ、おもちゃ売り場が建設可能になりました大丈夫かな。 おもちゃと自販機で売り上げを得ようぜ。まあ大事ですよね。でもそういうところでね、ちゃんと利益を出すっていうね。施設が、あなんか増えた。もともとその辺もあったのかな。あったガチャガチャとか。はいはいはい。ああ、お魚資料館。魚資料館何に向かってるのこれは。いや、意外に安いな、設置するの、ね、全部設置できますけどね。サラダバーとかどうですか。流行りですよ最近。あ、サラダバーがある回転寿司屋ってあんま見たことない、ね、ないでしょ、サラダバーで刺身取り放題とかどう。ビッグボーイとかのイメージ、ね、そうそうそう、ビッグボーイ。ステーキハウスですよね。ビッグボーイ大好きだったもん。コーンスープうまくてな好きそうじゃあ、おっと間違えた。どこに置くかだよね。そう、あれ、あ、ごめん、なんか来た。動画シェッドライン、全国の寿司屋経営をしている方に朗報。なんと業界でも有名な寿司山、寿司山食べろうさん82歳、商売繁盛の秘訣を語ってくれました。美味しいことは必須じゃが、お客さんは好きなお寿司には高い金額を払ってくれる。特に子供には卵ご老人はあんこマジで言ってんのよ。寿司の話だよな魚のね、雑誌のはずなんですけどね、動かしヘッドライン、ね、おすすめは卵とあんこじゃんっつってなるほどな。あなたのお店でもおすすめに設定してみるといいかもしんない。新米、新米あんこあるかい今。あんこないよ。あんこないよね。もうとりあえずせっかくだから施設建てようか。そうね。あ、間違えた。まあまあ、せっかくなんで、おもちゃ売り場は各。ああ、ちょっとちっちゃいね。なるほどね。あ、まあまた間違えた。結構ちっちゃめだけど、まあでもやっぱ、この辺じゃないですかね。マジっすか。さ、なんか置けんの？置けないとこはあれだ。でも確かにね、レジの横とかか。でしょ？おもちゃ売り場って。そういうやつか。うん。あ、なんかレジの横にあるイメージじゃない。はいはいはい。まあ、ここ。そうね。こっちの方が拡張性はあるよ、ね。レジの横に置きたいね。確かに、ね。なんか邪魔だね、あの木がね。ね。あの木。あ、ずらせないんだ。撤去できるわ。撤去しちゃえばいいんだ。観葉植物を撤去。威力ダウンしたけど。あ、これ撤去する。これ。いや、もうそれのつもりだったわ、俺。まあいらんだろ。いらんいらん、実利をね取らないと。そうそうそう。ここ、おける、おける、ここだね。おもちゃ売り場をデンそうね。なんかぬいぐるみとかね、メントスとか売ってるとこですよね。そうそうそう。なんか車のおもちゃとかさ、キーホルダーとか。ガチャガチャもいいね。ガチャガチャ欲しいよね。カプセルマシンな。置くか。置こう。向き変えらんないんか。向き、なんか、回転がありますね。あ、回転があるね。L か。ああ、変えられた。お、じゃあ、ここじゃないですか。ここだね。ガチャガチャ。で、サラダバーじゃない。サラダバーはちょっと毛色が違うよね。ああ、寿司屋としては置かないと。いや、置く場所としてはちょっと話した方がいいかな。それはそうだね。っていうね。ここですかね。
そうな。入り口入ってサラダバー見えたら、あ、ここは確かにね。うん、おってなるよね。そうそうそう。回転寿司屋入って。窓のこの道端からも見えちゃう。いいな、確かにな。うん、ここかな。うん、その角度かい。まあまあいいか。うん、この角度しかない。並びますもんね。並ぶ並ぶ。うん、さあ。料理以外の副収入が得られるぞ。だいぶ勝負に出たな。維持費がねかかるからね。どんぐらいかかるんだろう。おお、最新号バンバン出してくるな。動かしヘッドライン、あ、超ベガババ寿司の店内に、あ、そんなニュースわざわざガチャガチャ置かれたよって。地元ケーブルテレビで話を聞いた近所の大学生は、カプセルマシンがあるとはいいね、バイト帰りに寄ってみようかなと独り言をつぶやいていた。ちゃんとインタビューしてほしいよ、独り言をね載せるんじゃなくて。店内の施設が充実するほど新規の利用客も増加しそうだ。俺は寿司目当てで来てないけどな、多分近所の大学生。おもちゃ売り場もね、まあ、できまして、うん、お、利用してくれるかな、おもちゃ売り場。でもなんか自販機売れてる売れてる。おおおお、あ、なるほどね、完全に我々の術中にはまってますな。はまってますよ。朝からダイエットしていたので味の方も期待していますよ。ダイエットって朝から昼までやってましたっていうものじゃないけど。施設に釣られてお客さんがやってきました。今後はインテリアも配置してお店の人気をアップさせ、お客様をもっと増やしましょう。撤去しちゃったね。撤去しちゃったね。まあ、まあ、一応あるけどな。インテリアは、ああ、それ系ね。うん。撤去した観葉植物2つと、あと、もともと持ってる笹の垣根が2つ。ああ、持ってるんだったら、ね。あ、でもね、設置にはかかんのか。そう。まあまあ、でも、笹垣いいんじゃないですか。回せるし。まあ、すげえ、うん、店の奥がなんか、寂しいから、ここ何もなさすぎない、だって。これの周囲の魅力がアップするとかじゃないの、効果は。そうなのかな、店自体のじゃないの。そんな細かい設定あるかな。もう奥が殺風景だと言われれば置けますけどね、うん、ここには。ほら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 、意味ないって多分。意味ないのかな。ちょっとここ置いてみるか、あれじゃあ、うん、ほらほら、進化して魅力、あ、品質が20を超える座席が誕生しました。確かにね、座席が1個だけ椅子変わったんよ。座席の魅力が高くなると椅子が進化し、より長時間お客様が座るようになります。アイテムを使ったり、周囲に観葉植物などほらいずれ置くでしょ。まあまあ、そのうちね、うん、布石ってことね。布石ですよ、ほら。神様神様さ、意味だけいい椅子だったまあまあまあ、神座、神座は神座だから。なるほど。お、昨日乗ってきた。あ、やった。あ、来ましたね。ね、そろそろ新しい商品メニューを開発してみませんか。業者に発注していた開発屋が届きましたので、開発室か、こちらを建ててみましょう。おお、ね、開発室なんてものを設置しないと、寿司の店の中でネタを開発するんだ。確かにな。え、じゃあ開発室建てようぜ。建てるべきですね、これは。建てれるかい。よかった、2万5000円。意外に安い、うん、大丈夫だ。よかった。開発室をどこに建てるかだね。そんなところで開発もできるのかい。別にここでもいいんだけど。ああ、そこで、うん、何の施設でもアップするのかな、パラメーター。ね、布石打っといたからね、そこにする。じゃあそう、ここでもいいし、うん、また開発する様子をお客さんに見せても。あ、それは見たいな。でも確かに客だったら、ここで板前に殴り合ってほしくない。殴り合うのなんか、あの、熱い殴り合いをね。そうじゃねえだろ。そう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 。痛くないよ、そんなに。ネギトロに使うスプーンはこれだよ、つって。奥でやってほしいよ。あの、ここで、あ、新メニューそうやって作ってんだっての分かったら、そうそうそう、面白いよ。ね、うん、で、あ、じゃあ今出てきたそのハマチを1枚ってなる。確かにね。そこ置けんの、むしろ。置けるんじゃない。だって置けないところはバッテンが出るから。確かに。そこで開発する。ここに開発しよう。うん、そしたらね、いち早く新鮮なネタを調理場に届けられますからね。ここ。わあ、立つわ。すごいね。で、開発室をパワーアップさせる。そうだね。そこは重要ですよね。ね、拠点ですもんね。
開発室完成しました。新商品の開発には職人が必要です。今回は知り合いの方に来ていただけました。おお。のり巻きタラバ。はじめまして。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。明らかにペンギン村から来てるんだよな。長い付き合いになりそうだな、のり巻きさんとは。メニューの料理から新商品を開発するを選びましょう。きたー。先にレベルアップ、あ、違うわ。あ、レベルアップアイテムは使えないのか。ね。で、開発できますね。へぇー。おー。開発するお寿司の種類を決めます。形によって選べるネタが変わります。はいはい、握り、軍艦、巻き寿司。なるほどね、なるほどね。とりあえず一品ずつ作る。あー、作れるかな。大丈夫、10万切ってるけどそこが問題ないとりあえず渾身の握り寿司を2人で1個作ってみますか。まず1個作ってみようか、うん、どんな感じかね、うん、まずはベースにするお寿司を選んでください。あー、あー、そういう、あ、そういうこと。もう既存だよね。うん。甘エビを進化させるってこと？あー、なのかな。完全にエビ特化の店にしていくかい。細巻きとかって安いのかな、作るの。確かに。あー、卵巻きないっすよ、うち。確かにね。甘エビ巻きとか。甘エビの細巻きってあんま聞いたことないな。軍艦はサラダとキュウリしかない。なるほど。どうしようか。今ないやつを作った方がね。もともとある甘エビの握りもね、うん、出し続けられますね。そうそうそう。なるとやっぱ卵の細巻きかな。ああ、でも卵は子供が好きって言ってたよね。子供向けいいって言ってたし、でしかも費用も安いし。確かに。まず作ってみるか。うん、とりあえず作ってみよう。まず卵。見たことないな。卵巻き。美味しさ2だな。ああ。次へ進む。職人、最後に、うん、新商品を調理する職人を選んで開発を開始します。あー、職人の調理力と目利きっていうのがあるんだ。参加1名か。こうなんか選べないんだね、誰にするかとか。ね、まあ、今はのり巻きタラバさんしかいないわけですから、うん、お美味しいお寿司になるように頑張ります。おお、あ、で、現れた、ね、あ、なんか何か現れた。おお、あ、あ、なんか見たことある、この画面。独創性とかの部分で。あーなるほどね。それは一人でやってんだな。なるほどなるほど。お客さんの目の前で、うん、お、商品を入荷しました。築地になんか増えたな。試作品今 23% 築地行く。あれ、でも増えてない。笹の垣根の在庫数が増えてる気がする。あー、いやいや、あ、そっか、そういうことか。増えてたね、確かに。2個だったもんな、在庫、うん、維持費。あ、やばい、維持費かかるな。え、あとはその売り上げ次第だけど。あ、でもサラダバーいいよ。サラダバー、もうもはやサラダバーに座って食ってる人いるけど。お、試作品のベースがほぼできましたので、はいはいはい、次は良い食材を見つけるために市場に行きます。何ステップかあんだ。おー、目利き能力と寿司コインが多いととてもいいネタを入手できる場合があります。これに使うんだね、寿司コインね。コンタクトなんだ。コンタクトだったんだね。なるほど。慎重に慎重してきました。いいね、うん、この心遣いが嬉しい。で、この寿司コインが要は研究データですわ。それなりを見つけてきますっていうコメントが変わるのかな。変わりそうだよね、個数に応じて。とりあえず最初4枚スタートぐらいにしとく。切りよく。そうね、切り15になるもんね。10、そう、残り15、残りがね。じゃ4枚で。4枚だね。卵あんのかな、あそこね。お、見つけた、これだ。おお、40点。 5EXP 経験値とかも、あ、卵の熟練度が上がっていくんだ、うん、へえ。お、珍品。お、おお、なんか良かったんじゃないですか、ね、珍品には目がないからな、我々。天品の卵って何？あ、でもなんか良さげ。うずらとかかな。うずら、あー。お、試作品のベースができました。さらに美味しくするために食材を追加しましょう。おお、追加できる。お、あ、追加できる。それはすごいね。はあ。卵にさらに、うん、何を入れるかですよね。甘エビはでももう、あ、
字になってるのはなんだ。わかんない。ダブル卵にするか。ダブル卵もいけんの？いける。なるほど。まあ、子供狙い寿司でしょ、言うなれば。そう。子供かんぴょうとかきゅうり食わんの、ね、食わないだろうね。入れんなら甘エビか。そう。卵を。思い切って甘エビなのか、うん、ダブル卵にして完全に子供向けに行くかだね。卵甘エビ巻きになる。そうじゃない？ちょっと見てみたいな。うん、行くか。卵と甘エビ絶対美味しいもんだって。そうだよ。俺別々に食いて。いやいや、甘みと甘みだよ。まあ、そうね。邪魔はしないよね、お互いに。甘エビで行こう。え、それ調理オーバーしてるけど大丈夫なの？あ、ダメなんだ。ダメなんだ。あ、なるほどね。調理のあれを超えないように作んないといけないんだ。ちょっと卵しかなくない？卵2つになったね。ダボー卵になったね。じゃ卵でいい？ダブル卵巻きでいきますか、うん、ダブルエッグバーガーですね。そうです、ダブ玉巻きです、うん、もう一息だ。まあお金もね、意外と利益出ましたよ。席伸ばすか。お、お、なんだ。お邪魔します。私は日本お寿司連盟のものです。怪しいな。うん、当連盟はお寿司の普及と業界の技術向上を目指し、全国のお店を厳しい目で審査し、あ、うん、半年ごとにランキング形式で発表。あ、超ベガババ寿司さんの登録も完了しました。上位に食い込めるように頑張ってください。勝手に登録して告知に来たんだな。これで1位を目指すから。じゃあ次回ランキング来月ですって。ああ、全国寿司ランキングか。でもいっぱいあるからね、お寿司屋さん、ね。さすがに何位ぐらいになるのかね。どう、どうかね。5万円ぐらい。寿司屋の店舗数で言ったらそんぐらい空きそうだよ。試作品鑑賞しまし、完成しました。試食会を開催して味を評価しましょう。おー、どうだい。どう。お、これ卵かな。食感が実にシャッキリポン。でも子供めっちゃ高いよ、プラスね。すごくない？年を取るごとに苦手になってくるの。でも女性人気はそんなでもないですね。確かにね。卵がいい味を出していますね。そうそう、うん、卵しか入ってないからな。あの学生しか喋ってなくねえか。卵巻き。美味しさ2になっちゃった。美味しさ2なの？ 2 だね。ああ、まあでも保管しましょうよ。しましょう。消去もできんだね。ね。まあ、経験値とかは稼げんのか。作るだけ作っても。うん。おすすめにね、入れたいね。かんぴょうを下げようか。かんぴょう売れたことあるのか。わからん。見れんのかな、そういうの。この料理のとこから、ほら、あ、かんぴょう売れてるわ。でも売り上げトップ4に入ってるよ。まあメニューのね、うん、3枚売れたんだ。3000円ぐらい稼いでる。そうそう、なんだよ。かんぴょう巻きなんて原価タダみたいなもんですからね、多分。1100円。たまたまご巻きもね、卵ですもんね。そうです、元はね。それでね、700円取ります。サラダ軍艦がさ、おすすめにも載せてないのに甘エビに迫る売り上げなんだよ。確かにサラダ軍艦うまいからな。もう1個は食っちゃうな。回転寿司なら職人管理なんてのあるよ。へえ、レベル1か。 あ、職人が調理場に割り振られていません。あ、じゃあ割り振ろうよ。職人の方が良くない？デフォルトの職人なのか。あ、そこに置けるんだ、うん、で調理と接客がさ、うん、職人の方が全然高いから。本当だ。じゃあ上座側職人にしとくか。いい椅子が1個置いてあるから、ここがね、一番乗客が来るから。職人にはマンツーマンで接客してもらって、乗客をね。回転寿司屋でなんか一個だけいい椅子あったらちょっと嫌な感じだけど。そこに職人がいるわけで。他のやつはみんなアルバイトが流したやつを。平等にすべきだと思うけどな。まあ、仕方ないよね。あ、うん、あ、でも利益出てる出てる。夏が終わるかい。お、またか。今入った情報によると、超ベガバ寿司の入場者50人目。もうさ、四半期以上やってんだけどな、うち。
A 氏では来場したお客さんへの単独インタビューに成功。ありがとうございます。このような記念すべき日に来れて嬉しく思います。たっぷり食べて帰りますと笑顔で語ってくれました。さらに多くのお客さんに賑わうお店になる。50人記念の人にインタビューしたってこと？そのようですね。50人か。大菓子ヘッドラインあまりにも暇すぎるよ、またお、ああ、新商品登場、その名もたまたまご巻き。早速挑戦者1号と言われる道草中の少年さんにご感想を伺ったところ、まったりとしていてしつこくない、私の気分もゆったりしていますと深い味わいを語ってくれました。みんななんか食感について言うことが違うね、しゃっきりポンとまったりしつこくないあ、これこの情報でかいんじゃない。旬の材料で商品開発するとうまくいくとの情報があると。確かにね、旬っていつなんだろう。卵、卵の旬はいつだろうね。年中じゃないあ、記事のおかげでお店の人気がアップしました。あ、でもなんか定席増えたよ、ほら。あ、本当だ。あ、完全にこの職人ゾーンが形成されてるわけ。なるほどな。こっちに。あ、でそっちのレベルの低い椅子は、おお、アルバイトの寿司食ってくれと。やっぱ奥の方人気あるね。ね。見るとね。あ、曲が変わりましたね。本当だ。いいっすね。季節が変わったからかな。ああ、お、あ、来た。あ、来た。ランキング。全国寿司ランキング今月の、今期のが発表されました。何点獲得できるかドキドキしますね。今期って、1年に1回なんかね。半年に1回って言ってた。半年に1回か。料理が121点、接客42点、エンタメ70点、座席が38点。超ベガババ寿司は271点。で、星1だって。料理のポイント高かったね、最初にしては ね。たまたまご巻きのおかげかな。おかげかね。キュウリ軍艦。キュウリ軍艦そんな押した覚えがない。一切触れてないんだけど。あ、やべ。あ、総合品質が最も高い料理が一つ選ばれ点数がつけられます。ああ、そうなんだ。うまみ、食感、香り、彩りの全てが平均的に高くなるよう商品開発するといいでしょう。ああ、接客は店員の合計なんだね。なるほど。エンタメは品質の高い施設2種類が選ばれ点数がつけられると。はいはいはい。ピンボールの自販機より遊べる施設の方が得点が高くなりやすいです。確かにね。その辺も加味すんだな、全国寿司連盟は。なるほどね。回転レーンは品質高い座席が2種類選ばれ点数がつけられる。なるほど。じゃあうちで実は一番美味しいのはキュウリ軍艦ってことだね。そうだね。知らなかったね。知らなかった。それが知れただけでも、お、え、おお、めっちゃ金もらえたけど。やばいね。え、うち何位だったんだ。ご苦労様でした。初挑戦で星を獲得すると。これすごいんじゃないの、もしかして。ね。特別賞持ってきましたので役立ててください。採点は料理以外に店内の施設や座席の品質、接客も評価されます。アイテムやインテリアを活用しさらなる高得点を目指してみてください。それではまた次回。おおお早くないそれ作れるようになるの。どうする、もういっそ寿司屋兼この辺にジムと資料館を作るかそうね、そのもらったお金でね拡張したいよね。ね、ジム3万だわ。作っとくか。せっかくだからね。うん、回転はできないわ。この辺にランニングジムベンベンベンって。ああ、複数3つ。確かにね。並びそうだもんね。そうそうそう。ランニングジムとかね、みんなね、うん、寿司食う前にちょっとランニングして汗を流そうかしらみたいになるかもしれない。人気ないとやっぱ逆に。なんで寿司屋でランニングジムかっていう感じになっちゃうから、待ち時間に運動できますよ、ガンガンやれよっていう感じを醸し出した方がいいよね3つ置こうぜ3つ。ここはいらないか、いろんなところに置くの、まとめてじゃなくてまとめ至るところにあるの。3つ置いた3つ置いた
あもうなんか特別賞金ほぼ使い切るけど。できました。おお。それどういう風に使うんかね。わかんない。この上に乗るのかな。とりあえず誰か使いに来て、あ、めっちゃ並んでるよ。すご。いやー、あれこれ席足んなくなるんじゃん。レーン拡張した方が、伸ばした方がいいかもしれないな。伸ばしとこっか。伸ばそう。うん。こうか。あ、そっちだろうね。ね。で、こうしたら、笹もね、そう、笹が使えるから。あ、ここでどう？いいね。12万使いますけどね。まあまあ、ここまで行こう。まあ、儲けは出てる。うん、赤字は多分ないから。ここで。おぉ。残金。3万か。そうなんよ。まあ、でもだいぶ。あれ笹の垣に消えた。ああ。あかさってたんだな。ああ、でも帰ってきたんだ。じゃあ、金が取られただけだな。で、せっかく席を拡張したんだから、垣根置き直すか。ここかな。そうだね。そこしかないね。ちょっと資金が少なくなってしまいましたね。実家で牡蠣の養殖で稼いだへそくりがあるのでご利用ください。へそくりイベントあったね。ねえ。どんぐらいもらえるんだろう。秘書キャラたちはみんなくれんの？俺は15万と見たね。そんなにそんな、まあでも、10万ぐらいはいかないとね。ほっ。経営してるわけだからね、お店の。もう、江戸前美奈子さんの蓄えありませんので、使いすぎに注意して経営しましょう。10万わあ、すごい。臨時収入、すごい。こっちにも職人置いた方がいいかな。ランニングジム。あ、使ってる、使ってる、使ってる。あ、そっち向きなんだ。ちょ、ちゃんとジャージ着てね、金まで払って。あ、着替えてるよ。一瞬ですけどね。うん、着替えてたね。どこで着替えたんだろう。ランニングジムいいな。最終的にバーって並べたいね。並べたいね。うん、とりあえず俺、ここに調理場が置きたい。確かにな。まあ、三つですかね。三つ。3つで回す感じですかね。ここでいいっすかね。うん。ヘッドライン最新号。ああ、取り上げてくれるんだ。大変レーン全長20メートルに達した。はいはいはい。メートル数わかんない。測ったんじゃない？レーンが長いほど座席数も増え、一度に並ぶ料理も多くなるため、お客さんにも好評なよう。あるお客様、遠くから好きなネタが流れてきたので、ドキドキ感は回転寿司の醍醐味ですね。と語っていました。なるほど。おお、また人気アップした。意外だね、これ好評なんだ。レーン伸ばすだけでいいんだ。新規に設置したところにお客さん座ってたこと見たことないけど。まだね、まあ来期から、まあ来期、みんな帰った。うん。秋になりましたな。1万8000。収入はどうですか？増えてる増えてる。ああ、いろいろ増えてんね。うん。あの、食塩水と粉末茶と。バンバン来るな。今回は編集部で調べたもっとお寿司を食べてもらう方法の調査結果。定番以外の目新しい料理があるとお客さんも増える傾向がある。ああ、新商品の開発が大切。でもお客さんごとに食欲があり、施設によっては食欲を上げる効果や、食べた食事の消化を促進する特別な働き。ランニングジムしか使わないんだよ。いっぱい置いてあり、うん、この情報を活用すればあなたのお店も繁盛間違いなしです。なるほど。あんまりまだ活用はされてないけどね。うん、まあ、これからもっとバンバン増えるだろうからね。サラダバーが結構いい利益を出してる気はするんだよな。多分、ぼちぼち。9月終わるからさ。さあ、9月が終わって10月入っちゃった。一瞬で。ダメだ。おー。うん。消え、切れちゃうな。うん。まあ、PM11 時ぐらいに見ないとダメなのかもしんない。あ、あ、年間で見れたわ。あー。どうですか？年間まあ最初だからね、うん、設備投資だいぶ、ね、設備投資のあの施設アイテムあたりは除いていいと思う。見るべきは維持費、うん、人件費、開発費だよね多分。そうだね、うん、アイテムも一旦いいか。
そう考えると、うん、その他がでけえ。その他は江戸前さんのあの10万でしょ。へそくりだね、うん。まずいのはさ、料理での収入が2万8000円なんだけど、施設での収入が25万。そうだね、うん、だから多分自販機とかサラダバーとかランニングジム収入がでかいってことだよね。まあ料理はまだ全然作ってないですもんね。これからですからね。よし、うん、テコ入れしていこう。テコ入れしよう。料理をどんどんテコ入れしていこう。とりあえず一回区切るか。一旦セーブしてね、区切りますか。